ズグループ、BTS、防弾少年団、ノブイとユングコックが、父母の日、おぼいなる、毎年5月8日、の両親に贈るカーネーションを作った。BTS、防弾少年団、のプロフィールと写真5日に、BTS、の公式ツイッターには、父母の日のカーネーションは子供の日、韓国でも5月5日、に作らなければ、という文と写真が掲載された。写真の中には、父母の日を控え、子供日にカーネーションを作る V とユングコックの姿が盛り込まれた。V はヘアバンドを活用したカーネーションを、ユングコックはカーネーションの花束を作った。各自異なる形のカーネーションだが、その器用さは確かだ。V とユングコックはカーネーションを作る様子を動画サービス V ライブの生放送での公開も言った。二人は放送を進行しながら、時間が余裕ができたので何でも学んでみようと思っている。ギターやボクシングなど時間がない時にできなかったことの数々にまた挑戦してやっている、と近況を伝えた。